すごいな。もうでも売り切れてるやつとかもありますよ。今回もすいません、私ビールをいただきます。でっか、やばー、ローストビール、やば。皆さんこんにちは、富山のタレント佐田ありさです。さあ皆さんはお昼ご飯何を食べているでしょうか。今回はですね、新しくパボーレで始まったドライブスルーランチに行ってみたいと思います。今回はパボーレの飲食店の人気テナント、なんと20種類がこのドライブスルーランチに出店しているということですので、5月14日からスタートしたばかりということで、時間は11時からお昼の2時まで、本当にランチの時間帯に利用できるようなドライブスルーランチとなっております。今そちらの現場に向かっております。ドライブスルー、はい、はい、じゃあそこ左回ってください。はい、ありがとうございます。あ、なるほどね、ここの下でやってるんだ。あ、すごい、雨の時でもやるってことですよね。ぐるぐるって回る。現在12時30分お弁当まだ残ってるかな。はい、入り口です。あ、誘導員の人がすごい誘導してくれる。あ、見て見て、そんな。メニュー長いのございます。あ、はい、はい、はい、あ、すごいすごいすごい、でみんなに見られてる感がすごい。本日の品物こちらとなっておりまして、ごめんなさい、赤いバッテンティッシュあるもので売り切れておりますのでご了承ください。あ、はい、あ、いいですか。 ありがとうございます、はい、すごいな、もうでも売り切れてるやつとかもありますよ。ステーキ重と、あと15番、はい、寿司玉の海鮮チラシ、注文番号8番の天丼と、10番のお子様オムライス弁当、4番の四六時中の鶏とそぼろ弁当で、この21番のローストビーフディスプレート、はい、で、以上で。以上でよろしかったですか。はい、ありがとうございます。じゃあお会計1,2,3,4,5,6 件で4,950円頂戴いたします。はい、実際に買ってきて、これだけ今回も5000円分買ってきました。1,2,3,4,5,6 6個のお弁当、そして今回もすいません、私ビールをいただきます。ありがとうございます。早速食べてレビューしていきたいと思います。どうしようかな、何からいこう。その前にありがとうございます。お子様の海鮮チラシ、こちらを今回は買ってみました。こんな感じです。すごい、やばいですね。めっちゃいろいろ入ってますよ。中身はサーモン、イクラ、ネギトロなどボリュームたっぷりの海鮮丼ということで、今回この海鮮丼1000円です。これで富山の回転寿司屋さんだからできるこのお弁当をまずは一口いただきたいと思います。ちょっと見えるかわかんないんですけど、サーモンのところにこれ金箔までついて、ちょっと見た目がめちゃめちゃ豪華なんですよ。いただきます。これ、うわ、美味しい。やっぱお寿司屋さんの海鮮丼って全然違いますね。めっちゃうまい。ネギトロと、あと大葉が入ってるんで、大葉もアクセントになってますし、イクラのこの粒がまた大粒で、いい食感。すごい、本当にいっぱい具材いっぱい入ってる。椎茸刻んだものとかも入ってて、海鮮チラシだから。でもご飯は、あんまりそんな素の味しないですね。いい、これは女性にめっちゃおすすめです。海鮮系は女性に多分すごく人気が出ると思います。はい、こちら、これめっちゃ楽しみだった四六時中の鶏とそぼろ弁当です。四六時中大好きなんですけど、そこのこの鶏とそぼろご飯がお弁当になってますよ。一番最初に私これを見て、一番最初にこれ注文したいと思いました。なぜなら安い、めっちゃ。これ税込み500円です。アレルギーの表示まで添付してありますよ。ご飯の上にグリルチキン、鶏そぼろ、錦糸卵が乗った丼風弁当です。いただきます。四六時中のおひつご飯ってどれもこれもすごい美味しいんですけど、私いつもこの鶏そぼろ食べるんですよ。いただきます。うまーい。さすが、グリルチキンがすごく大きいから食べ応えもありますよ。うわ、うま、いい味出しとるな、このそぼろめちゃめちゃ美味しい。うん、嬉しい。
大好きな味がお家で食べるなんて嬉しい。あと税込み1コインは安すぎる。はい、続いて、あ、今回お子様なんちゃらかご用意。オムライスのあのポムの木のお弁当を食べたいと思います。ポムの木は2種類ぐらいお弁当テイクアウトで出してるんですけど、今回は珍しかったのでお子様用のお弁当を買ってみました。お子様オムライス弁当、これも500円、税込み500円です。じゃーん、どうですか。ウィンナー、ポテトなど5種類のおかずがついたオムライスお弁当、パボーレ、ウェンディーズファーストキッチンで使える無料ポテト券付き。え、そうなの、無料ポテト券付き、あ、本当だ、はっ、ポテト S の無料券がついてきますよ。すごいね、500円でプラスポテト1個無料券がついてきて、めちゃめちゃお得なお弁当じゃん。このポムの木のオムライスはお家のケチャップでここに好きな絵を描いて楽しんで食べれるようになってます。お子様ランチってめっちゃ美味しそうですよね。いただきます。うまい。なあ、やっぱ卵がこだわりの卵使ってんのかな。これオムライスの卵めちゃめちゃうまいんですけど。あ、いいね。中のケチャップライスにもコーンが入っていて美味しい。味がね、濃くできてないのはさすがお子様ランチだから、これは子供絶対喜ぶ。絵描いて遊んでポムの木ランチを楽しめる、そんなお弁当になっております。続いてどうしようかな。いきなりステーキいこうかな。いきなりステーキいきましょう。いきなりステーキのステーキ重見て、もう器もめっちゃかっこいい。これでなんと1000円切ります。皆さん950円です。いきなりステーキのお弁当がでーわー、すごい、950円とは思えない。炭火で焼き上げたステーキ肉 150g をご飯にのせ、ステーキソースで仕上げたボリューム満点のステーキ重です。これすごい、男性は迷わずこれだね。いただきます。いや、これはね、ビール絶対進みますよ、この一品は。あー、いいね、焼き加減がこれすごい絶妙かも。もしかしたらお肉分厚っ、ほぼほぼ肉みたいな。すごい、肉柔らかー、うまっ。いや、レベル高いな、マジで。若干中の赤みが残ってるぐらいに焼いてるんですよ。これやっぱ専門店じゃないとできない焼き方ですよね。おいしい。あ、ソースがっつりかと思ったら意外と塩コショウで肉の旨味をしっかり出してる感じがありますね。で、ご飯はね、この添えてある野菜たちの下にも置いてあって、めちゃめちゃボリューム満点。これ男性最高だろうな、こんなん。950円ですよ皆さん、安すぎだから。さあ、続いて日本橋天丼金子半之助の天丼。じゃーん、すごい、エビ2本入ってますよ。舞茸、エビ、イカと小柱のかき揚げ、ナスなど入った天丼弁当、税込み1000円。うまくないはずがないよ、こんなの。どれからいこう。この前に一口食べますね。どうしよう。いただきます。タレやば、衣ってこんな時間経ってもここまで美味しいんだなって思いました。サクサクとはいかないですけど、タレが染み込んでめちゃめちゃ美味しい。で、場所によってはね、衣まだサクサクな状態で残ってるんですよ。これ舞茸かな。うわ、これいいですね。すっごい具材たっぷりあるから天ぷらめちゃめちゃ楽しめますよ。さて、あ、忘れてた、今日ですね、ちょっとシャンディーカフェを作れるようにジンジャーエールかけましたので、もう残り少ない。さて、最後はこれ、もうひときわ大きいグランブッフェのローストビーフ&デリセット。これすごいね、でっか、やばー、ローストビーフやば。自家製のローストビーフとカポナータ、グリーンサラダのセットです。カポナータもついてる。この数すごいわ。これで税込み1000円。これご飯とセットになってなくて、これでこう一つのプレートなんで、お家でね、テイクアウトパーティーとかするときにいいかも。やばー、ローストビーフすごいな。酒進みそう。絶対うまい。いただきます。うまーい。うわー、柔らかい。ローストビーフ結構分厚い。噛むたびに中から肉汁すごいですね。めっちゃうまい。待って、最高のおつまみじゃない？これでいけるよね。
全にキング級。いいね。おいしい。はい、ということで完食しました。ごちそうさまでした。残りは今日の夜に家族と一緒にいただきたいと思います。さあ、ということで今回はカボーレのドライブスルーランチご紹介しました。皆さんもぜひこちらの動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからページに飛んでカボーレにお昼ご飯を買いに行ってみてください。もしよければこの動画の高評価、私のモチベーションが上がるので、皆さんグッドボタンを押してください。そしてチャンネル登録まだだよという方はぜひチャンネル登録もしてくださいね。ではありがとうございました。